石英、石英、石英、クオーツ、クオーツは、二酸化系素、塩が結晶してできた鉱物。六角柱状の綺麗な時形結晶をなすことが多い。中でも特に無色透明なものを、水晶、水晶、ロッククリスタルと呼び、古くは、針と呼ばれて珍調された。石英を成分とする砂は、傾斜、傾斜、傾斜と呼ばれ、 石英を主体とした経過物からなる鉱石は、経石と呼ぶ。石英は近くを構成する非常に一般的な造岩鉱物で、かなりは変成岩、堆積岩のいずれにもしばしば含まれる。推奨としては、加工岩質ペグマ体と熱水鉱脈などに産出する。砂は岩石が風化することにより生じるが、石英は風化に強く、砂は 石英主体となることが多い。一般的に砂漠、砂丘の砂は石英が主成分となる。どこにでもあるため砂ぼこりにも石英が含まれている。石英はモースコード7なのでプラスチック、金属、車の塗装などは砂ぼこりで容易に傷ついてしまう。そのため宝石は石英より高度の高いものが選ばれていることが多い。これは 砂ぼこりなどで簡単に傷ついたりしては困るからである。ただし、生態起源の宝石である真珠や産後、琥珀などは例外。日本国内においても各地で産出するが、その中でも山梨県甲府市、岐阜県中津川市、愛知県春日井市などで産出されたものが有名である。岩手県矢幡町にある南章山では宮沢賢治が水晶を採集していた。 一家は水晶を目的に採掘している鉱山である。石英は二酸化系素結晶の多系の一つで、1気圧、摂氏573度で3方照系の低温型石英から6方照系の高温型石英に転移する。高温型石英は、六角柱面を持たない。さらに高温では、鱗形石やクリストバライトに、また超高圧化で高サイトやスティショバイトに、相転移する。 常温下における高温型石英の外観は仮称による。水晶、低温型石英は代表的な圧電体であり圧力が加わると電気が発生する。このために初期のレコードプレイヤーのピックアップに使われた。今日、水晶の圧電性は水晶発信機として最も活用されており時計が単にクオーツ、水晶の英名としばしば呼ばれるのは 水晶発信機を利用した時計が最も多いからである。この原理を利用して水晶振動子マイクロバランス QCM と呼ばれる微量質量を正確に測定するための装置の研究が行われている。石英の非常に細かい結晶が緻密に固まっているものを玉髄という不純物によって色々な色となり、高玉髄、緑玉髄、目の 壁玉などと呼んで飾り石とする。水晶に不純物が混じり色のついたものを色付き、水晶という。色付き水晶は純奇跡として扱われる。水晶の発色原因は、主に不純物の混入と放射線による結晶合子欠陥によるもので、主要構成元素によるものではない。紫水晶、黄水晶、煙水晶、黒水晶の発色原因はいずれも、 不純物欠陥に電子、または成功が捕獲され特定のエネルギー順位を持つもの、色中心、カラーセンターというで、紫随晶、黄水晶は鉄イオン、煙随晶、黒随晶はアルミニウムイオンが関連している。インクルージョン、内包物、または包有物を含んだり、結晶の形が変わって見えるものを変わり水晶という。変わり随晶はコレクターに人気がある。 対別して、水晶の抱えありものによるものと、形態によるものがある。蒸気以外にも愛好家により様々な名称が使われている。特に連章は、形状がユニークであることから珍重されており、形状によって、エレスチャルスケルタル、ムクロ章、カセドラルジャカレなどと、様々な名称が使われるが、名称の分類は、必ずしも愛好家の中で一致したものでない。 パワーストーン外交化は石英をパワーストーンの中でも強力な鉱物として珍重しているため、それに関係した名称を使っている。細長く先細織の単結晶をレーザーと称して、とりわけ大きな力があるとしたり、あるいはバーコード上の成長線が浮き出たレーザー石英をレムリアンシードと称し、古代レムリア大陸の英知を伝えるものだと主張している。また、 表面に金属を蒸着することにより、人工的に着色した石英が製造され、オーラクリスタルなどとニューエージ好みの名称で販売されている。色合いにより、コスモオーラ、アクアオーラ、ゴールデンオーラ、オーロラオーラという名称も使われている。粉末は水晶末と呼ばれ、顔料として使用される。また、非打ち石として最低高度を持つ石でもある。電子工学向けの用途では、 オートクレイブを使った水熱合成法によって天然水晶を種結晶として製造される人工水晶が通常用いられる。工業的に利用される石英ガラスは通常天然に産出される傾斜、傾石などを溶融した後冷却しガラス化させたものである。石英は装飾品、宝石、ボタンとして用いられたり水晶玉としてスクライング、 水晶占いの道具としても利用される。ジュエリーや地図に使われることも一般的である。また、パワーストーンの世界では、単結晶が集合した、ムレ・アキラ、クラスターや、細かい結晶片であるサザレイシチップは、他のパワーストーンを浄化する儀式に使われている。中国医学では、白色の石英を、白石武氏、紫水晶を、紫石英と呼び、 鎮静作用のある薬剤として使用されるが、地方によっては紫色のホタル石と混同される。仏教においては、執法の一つである。マヤ文明及びその地域の拳銃部族においては、透明水晶をザストゥンと呼び、まじない石として大切に扱う。水晶を加工して作った人間の頭蓋骨を片切った細工物が大英博物館に展示されている。 オーストラリア先住民の神話の中では、最も一般的な神の老しめしの物質、マバンとして分類されている。水晶は、永久的に凍ったままの氷だと古代ローマの、博物学者、ガイウスプリニウスセクンドゥスによって信じられた。4月の誕生石である。石言葉は、完璧、冷静沈着、神秘的。日本では、山梨県での産出が有名である。 加えて、甲州随商奇跡採掘として、経済産業大臣指定伝統的工芸品にもなっている。県北部、甲府市近郊の金峰山一帯にはかつて、古くは武田市の地勢の金山に橋を発するといういくつもの水晶鉱山が存在し、明治に入り近代化が行われた後には、光学ガラスや形石資源として盛んに採掘された。今日稼働している。 水晶鉱山は皆無であるものの、牧岡町に位置する乙女鉱山等では産業遺産としての保存、活用への道が検討されている。また、道甲府市では小仙教等の観光地で水晶の土産物が盛んに売られている。市内に日本で唯一の宝石博物館があり、国内最大級の白水晶をはじめとした宝石が展示されているほか、 水晶の即売も行われている。ただし、国産は稀。また、全国唯一の宝石専門学校、山梨県立宝石美術専門学校がある。鉱山や採石場などでの粉体吸引により、軽肺や肺がんになる危険性がある。石英の粉体は、e ア r 区により、人に対する発がん性が認められる、グループ1に分類されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。